ずかな友を連れて宮門をくぐった董卓。しかし、そこでは武装した兵が待ち受けていた。なんじゃ？剣を持っておるとは何事か！約束、覚悟いたせ。無本じゃ！妙婦よ、何をしてある？賊どもを討ち取れ！受けたまわった！国賊、覚悟せよ！董卓の命令に呂布が宝典瓦礫を振り下ろす。バカな、このわしが、この打剣め。約束董卓はこの手で討ち取った。みんな勝ちどきをあげよう。王院様、これでようやく。ああ、朝鮮、よくやってくれた。これで官室は救われる。董卓死す。官の世を覆う暗雲はこれで晴れたかと思われたが、we'll be right back.
やることをやってりゃ木は巡ってくるだろう。地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。ここを守るって？はいはい、俺に任せてください。攻めるなら今。敵陣に向かって突撃する。そいつはどうだ。私たちが味方の援護に向かいます。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。ここを守るって？はいはい、俺に任せてみな。そうだ、俺より先陣に突入する。みんな力を貸してほしい。私たちが味方の援護に向かいます。全軍を指揮する立場。ここでお前にやられるわけにはいかない。助かった。恩に切る。
笑わないで聞いてください。私、あなたのことが好き。いつでもいいから、あなたの気持ちも聞かせて。俺さ、この乱世、あんたと一緒に行きたいんだ。あんたはどうだい？ゆっくりでいいから考えておいてくれ。あなたのこと、私なりに考えてみました。私もあなたを好きみたいです。あんたほどいい女はいねえ。大事にするさ、一生な。うつつか者ですが、よろしくお願いします。俺は幸せ者だよな。なんでかって、いつもあんたがそばにいてくれるからだよ。あなたと出会って私は変わりました。もうあなたのいない世界など考えられません。今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。敵に突撃してやるか。行くぜ。行きましょう。私もできる限り援護します。私の舞、心ゆくまでお楽しみください。よっしゃ、敵に突撃してやるか。行くぜ。行きましょう。私のできる限りエンドします。
なんとか間に合ったか。全局を見極めつつ参戦するぞ。いざ。この両使命が前の相手だ。助かりました。なんとお礼を言ってよいか。あったか、お助けを。おっと、味方がまずいな。援護に回るぞ。味方の援護に向かいました。よっ、なんとか間に合ったか。戦局を見極めつつ参戦するぞ。いざ。この両使命が前の相手だ。ここのお前、力を貸してくれ。止めて退治しやら。味方がやってくれたようですね。この機を逃さず反撃に出ます。見事なものだ。良ければこの先私と同道してほしい。その誘い受けるとするぜ。あんたといると面白そうだからな。少しは使えそうだな。せいぜい手柄を立てるがいい。これが俺の方針だ。見極めつつ参戦するぞ。
相手だ。Thank you.
と話がありました。あんたの義兄弟になれてよかったぜ。楽しく生きていこうな。私ではあなたの力になれるか分かりませんが、頑張ります。あんたの義兄弟になれてよかったぜ。楽しく生きていこうな。私たちの志は一つ。共に励んでまいりましょう。そこのやつ、手貸してくれ。おっと、味方がまずいな。援護に回るぜ。もう見捨てることはできる。助けに行くぞ。
にお生まれになりました。無事生まれてきてくれてよかった。俺の子だ。きっといい子になるぜ。誰か助けてくれ。味方がまずいな。援護に回るぜ。私たちが味方の援護に向かいます。なんとか間に合ったか。戦局を見極めつつ参戦するぞ。痛いぜ。ありがとうございました。助けてくれるなんて、あんたいい人だ。俺の話を聞け。せいぜい励むことだ。ま、そうおっしゃるんならやってみますか。乱世を制するのは俺しかいねえ。ヨドロゼ、これから手に入れりゃいい。敵も強そうだな。ま、気にしても仕方ねえか。私もできる準備よ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。助かりました。なんとお礼を言ってよいか。お父様、お母様、私に任せて。戦場の敵を一人残らず屈服させてみせますわ。緊張しすぎてもだらけてもダメだ。要は適度に頑張るのが一番ってことさ。母もこの日を待ち望んでいました。立派に戦ってきなさい。私の舞、心ゆくまでお楽しみください。領地は持たぬが、自由に動ける利点もある。まずは挙兵し、我らの名、天下に響かせよう。結構敵も強そうだな。気にしても仕方ないか。私と共にいれば心配いりません。進軍いたしましょう。行っとくか。
状況でも油断はできない。皆を勝利に導くまでは。ながら見事だね。こちらの陣営に加える術はないのか。ありがたやありがたや、この棒は必ずお返しいたします。ここまで来る。すいません。私が直々に相手を。こいつは気合がいい。痛いぜ。みんなとついたか。我が軍の加勢で戦を終わらせる。貴君らの力は見切った。この撤退も我が策のうちだ。敵将討ち取ったぜ。
けたらしい。なんかこちらも無事で済むけど。私のものだ。
おお、これはこれはお見事。強い奴が全てを得る。それだけのことだ。これが俺の方針だ。これほどの主攻が揃うとは、いやはや見事、見事なものですな。ここはどうも俺に合わねえ。もっとマシなところが他にあるだろうよ。あまりに一方的では心が痛みます。この拠点いただいた。
焦っては敵の思う。また同じ状況にやるかな。いい加減終わりにしようぜ。私の知略に勝てるとお思いか。少しはマシになったか。騒がしいのはスカンだ。悪くはない。お前は今のままで満足できるのか。俺たちと共に新たな一歩を踏み出さんか。嫌なこと。方針はこのように。
るからさ。よかろう。こっちか。はい。私からの感謝の気持ちです。喜んでいただけましたか？これを受け取ってください。あなたには私の全てを理解してほしいので。こちらを使っていただきたいのです。他ならぬあなただからこそ。よく来たな。最ある死を迎えられたこと、嬉しく思うぞ。わしは才あるものを重用する。今後の活躍に期待しているぞ。ま、そうおっしゃるんならやってみますか。こいつを取っとけ。無駄にしたら承知しねえぞ。なんてな。取引してくれないか。この通り頭下げるからさ。いいだ。そっか、ありがとな。これからもよろしく頼むぜ。今回はこんな感じで動いてくれ。全軍進軍せよ。流れはこちらにあるようですね。迅速に決着をつけましょう。いただいた。ああ、向こうで火災が聞こえる。私もこの劣勢を覆し、歓声を浴びましょう。いいですね。美しい戦ぶりですよ。俺と勝負だ。覚悟しろ。ほほう、あっぱれな戦ぶりだな。またお前か。いいだろう、俺が相手だ。なんだ、敵の計略か。
しろ。これじゃどうにもならん。真面目にやるかな。予定死がいるのか。誰か食い止めてくれ。ここはわしらが押さえたぜ。あっぱれな戦ぶり殿。わしも焼きが回ったか。敵将撃ち取ったぜ。お前は今のままで満足できるのか。俺たちと共に新たな一歩を踏み出さんか。お前苦労人みてえだな。思い切って俺たちの元へ来たらどうだ。いつまで不遇を囲っておるつもりだ。我が主ならばその際眠らせてはおくまい。いやな、今回はこんな感じで動いてくれ。全軍進軍せよ。おりゃ弱い者いじめになりそうだぜ。拙者が相手だ。さあ勝負してもらおう。いっとくか。真面目にやるかな。ハンウンチョウ、火星へつかまつる。いざ参る。時代のカノン。あぶねえ。これに連れられてしまいました。一度、位置を整えに戻ります。この拠点、いただいた。訪れたようですね。今こそ巻き返しを図りましょう。拙者はここだ。何度でも。敵の策を許してしまった。これ以上味方の被害は出せない。この地は俺様のもんだ。決めるぜ。新たな働き、軍中随一を。
間に合ったか。私の策で戦局を変えてみせよう。真面目にやるかな。立たさねばならぬな。こんな感じで動いてくれ。全軍死。やべえかもな。どう工夫すりゃいいんだ。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。血だらけだぜ。私の裏をかくとは敵ながらお見事です。いや、感心している場合ではありませんね。
この敗北が私を強くします。雪辱はそのうちに。敵将討ち取ったぜ。今回はこんな感じで動いてくれ。全軍。今回はこん。虫けらの分際でよくもわしを追い出しおったな。必ず後悔させてくれる。私の考えを。たちの方が優勢みたいだな。ちゃちゃっと片付けようぜ。みんな自分で考えて動きな。わかりましたわ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。さあ、俺と
んなところで終わるのか。わっ、やっとこの日が。わしが人に背くとも人には背かせん。これが覇道というものだ。おい、見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。策などいらぬほど優勢ですね。超分煙がお相手しよう。
そう。少々厳しいかもしれませんね。この用地、関雲長が制圧した。反撃の好機を逃すな。我々も勢いに乗って攻めるぞ。毒か。あいつに任せて耐えてやるさ。劣勢を演じれば助けが来ると思いました。生産の運用私は各候補お相手を願おう。後の加算となりましょう。この辺は俺が制圧したぜ。敵に追われておるか。よし、話が追い払ってくれよ。うん、愛したものよ。俺を倒したいか。ならば貴様の全力でかかってくるがいい。主の働きあっぱれよ。褒美にこれを授けよう。
それが負けただと。ご自身の立場はもうお分かりかと。この恨み100倍にし。おや、客人でしたか。あなたはもしや劉備様では。お目にかかれて嬉しく思います。劉玄徳と申します。これは大変な失礼をいたしました。たびたびのご来訪に恥じ入るばかりです。ようやく対面を果たした劉備と諸葛亮。劉備は諸葛亮に対し救国の志を切々と説いた。劉備様の民を思い、国を憂う心に感じ入りました。しかし、それをいかに実現なさるおつもりですか。天下の最悪たる逆賊を討ち、万民の安寧を図りたく思います。逆賊曹操、天下の半分を制したかの者にいかにして対抗されると。それは天下とは祝言を指すにあらず、慶州を飛躍の足場としていずれは西覇色に目を向けてはいかがでしょう。北は曹操、東は孫権に譲って定則の形を作れば、曹操とて直ちに天下を奪うことはできません。その間に国力を高め、時来たらば孫権と結び攻め上がれば、曹操を滅ぼすこともかなうでしょう。天下を三分するということか。
今の境遇には不満があろう。ならば我らと共に来ぬか。嫌なこと。すまないが、俺と取引してくれないか。この通り頭下げるからさ。よし、引き受けよう。そっか、ありがとな。これからもよろしく頼むぜ。取引してくれないか。この通り頭下げるからさ。お、いいぜ。そっか、ありがとな。これからもよろしく頼むぜ。助かるぜ。よう来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。よう来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。私のようなものを引き立ててくださるとは。このご恩必ず報いましょう。こちらを使っていただきたいのです。他ならぬあなただからこそ。静かに狙い、苛烈に狩る。行くぞ。今こそ虎の本性を見せてくれん。追い立てよ。我が軍に仇なすことの意味教えてやれ。では我が新さんを披露するとしましょう。これは手加減が下手らしいよ。皆さん、そちらも無事で済むかどうか。諦めてくれ。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。調子に乗って周りが見えなくなった。観念せよ。気づくのが少々遅れてます。おかげで助かりました。やはり私の目に狂いはなかったようです。ここは戦略上の用地です。進軍を停止し防衛線を設けます。借りを返すとするか。
まで不遇を囲っておるつもりだ。我が主ならばその際眠らせてはおくまい。その誘い受けるとするぜ。あんたといると面白そうだからな。おお、よく来てくれた。大使をなすためお前の力を貸してくれ。私の話を聞いてほしい。お前にしか務まらぬ重要な役職だ。頼んだぞ。ま、そうおっしゃるんならやってみますか。こたびの方針はこれでいきたい。Thank you.
前の話には一理ある。劣勢を跳ね返してこそ真の勝利がある。この地は私が占拠しました。お前にしか務まらぬ重要な役職だ。頼んだぞ。ま、そうおっしゃるんならやってみますか。劣勢を演じるのも
楽ではありませんね。下した劉備は聖都に入城し、広大な覇色の地を支配するに至った。名君と評される劉備の入植は民にも歓迎され、平和に君主の交代が行われた。ここまで来れたのは私が人に恵まれたからに他ならない。頼もしき弟を得て兵を挙げて以来、多くの人々が私を支えてくれたおかげで志を曲げず進み続けることができた。ここにいる皆に改めて感謝の意を表したい。ようやく天下三分の計はなりました。覇色は高祖ゆかりの地にして天然の要害、土地は肥沃で民は穏やかです。この地を得たからには必ずや官室復興、天下平定もなりましょう。うん、世に安寧をもたらすまで皆ますます力を尽くしてもらいたい。私の話を聞いてほしい。呼びました？私は引退し、後をお前に託そうと思う。この劉玄徳の願い、聞いてくれるな？いいですよ、お任せください。さて、天下取りの夢、みんなでたっぷり楽しむとしようぜ。
ですね、あなた。私が評判をさらに高めてあげてもよくてよ。よう、来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。お任せになって。よう、来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。俺の町もでっかくなったな。これは私からの感謝の気持ちです。喜んでいただけましたか？こちらを使っていただきたいのです。他ならぬあなただからこそ。あなたには私の全てを理解してほしいので。お呼びか？もはやわしをいただく必要もあるまい。これより先はお主が立つのだ。承知した。あなたを超えてみせると約束しよう。条件に不足はあるまい。迷う必要もなかろう。交渉成立だ。少しは話が通じるようだな。できる者がやるのは当然のこと。無能な輩に任せてはおけぬ。どこに逃げた？まだ遠くには行っていないはずだ。
くれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。あなたに護衛を頼んで正解でした。これからも頼りにしています。くれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。よう来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。よう来てくれて助かるぜ。あんたには期待してるからな。頑張れよ。抑え込める相手。全軍守りを固めて。うん、任せてね。リン・マンセイ、またの名を勘が冴える男ってか。いただいた。邪魔よ。
よし、突撃、気力を尽くし流れを引き寄せるのだ。邪魔よ、邪魔よ、なかなかの実力を持っていますね。やっぱり強い、すごいんですけど。突撃、俺はカッペン。ここであったがあんたの不運だ。私は行く。この地は私が占拠しました。邪魔よ、邪魔よ。地形の準備を開始して、手薄になる部分の警戒をお願い。その距離に進んでください。あなたを逃がすわけにはいきません。この学文献の手柄となっていただきます。全力を出さなければ、その思いは許しがたい。数値は返せる。あとはお任せする。腕利きのようだな。私が何者かを知って挑むのであろう。容赦はせぬ。この地は私が制圧した。この終わらせ。素晴らしい働きじゃないでしょうか。勢い込んだ輩がいるが、誰か奴を止めてこい。この地は超死竜が制圧した。取引しようぜ。この条件なら損はしねえって。ああ楽しませてもらうぜ。残る敵もわずか。さっさと蹴りつけて天下をいただこうぜ。
俺たちの方が優勢みたいだな。じゃ、ちゃちゃっと片付けようぜ。いいところで出会ったな。そこで決着をつけよう。誰にも邪魔はさせぬ。様の相手はこの孫中坊よ。みんな自分で考えて動きな。はい、わかりました。いいところで出会った。終わりだ。ここで決着をつけよう。さてさて、戦局はどうなっておりますかね。戦局やるかな。
悪い、しくじっちまった。あとは頼んだぜ。新しい時代、この手で築きたかったか。夢じゃねえよな。天下を取っちまったぜ。みんな、これからもよろしくな。はい。この命果てるまで尽くします。